はい、こんばんは。こん,んはこんばんは。あ、<laughs> ゲストですから、ね、あ、ゲストです。すいません。こんばんは。<laughs> えー、ガレージゲンさん、with アッキー、いないけど、<laughs> いないけど、with アッキー。withwithwith マ,マッキーさん。今日はスペシャルゲスト。スペシャルでもないけど、ありがとうございます。マッキーさんに来て、もう無理やりお願いをして。<laughs> 全然無理やり。 もうちょっとね、こう、慣れてきたら、一度は出て一緒にやらさせてもらいたいなと思って、ありがとうございます。はい、あの、先週オファーをかけまして、えー、見事に今日は出演をしていただきました。ありと、えー、素敵なとレディー・マキさん、私、本当に尊敬をしております。<laughs> いろんな意味で、最近はこう、<laughs> ボクササイズまでやられてると。<laughs> ボクササイズやったらね、あのー、えミート・グッバイしす、ね。<laughs> 大変だったんですよ。でも、あの、動画かっこよかったじゃないですか。あれ、かっこよかった。なんか、セクシーな感じした。あんな、ヘロヘロいや、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 こう。ね、ありがとうございます。そうやって褒めてくれるのは、げさんだけ。ですよそっから、本格的に始まるのかなと思ってて。やるつもりだったんですよ。まあ、今でもやろうとは思ってます。実は。だけど、ちょっとミートグッバイの、ね。今まだ痛い、痛いの。痛くはないんですけど、あの、かばってたらね、かかとが痛くなっちゃって。 今あのそれであの見引きに行ってます。でもなんかそれっぽい衣装を着てたいじゃないですか。ああれですか。あれ島村です。あじゃあ違う違う違う。島村じゃない。そじゃない。いいけど。いいんですよ。うん。え器具揃えた感じ？あいやいやあれは前からあって。なんかねやいずにもあのちょっとしたこう市でやってるジムみたいなジムっていうのかな。はいはい。そういう器具が揃ってるところがあって。 そこへ何度か行ったりしてたので<ー>その時用に前買ったんですよあそうなんですねで室内履きと<う>あのセットとおなんかかっこよかったから これ本格的にやるんだなと思って島村だけどキットソンなんですよあれ一応でも島村さんっていいですよねいいですよバカにしちゃいけないすごく靴下とかパンツとかなんかたまに買い行きますけど全然悪くないですよ全然いいですよ日本が誇る島村さんそうでございますえでも島村さんってそもそも静岡の発信いやわかんないもっといろいろあるの 多分あのね仙台の親戚の家の近所にあるあじゃ全国ーンなんだね多分ああ僕静岡来て初めて島村さんとそっかそうそうまた湘南ボーイってまた言うとねしつけえなって言われるから自分で言ってんじゃん一応湘南ボーイなんですけどじゃあそう静岡来て一番びっくりっていうか知らない名前が島村さんとジャンボ園長ってんだジャンボ園長ってって思って。 なんかねよく聞くんだよねなんでジャンボ園長なのかっていうのは何回も聞いたことあるんだけどなんかって抜けなんんか理由があるですねジャンボ長そうそうジャンボ園長の名前の理由はあるみたいなんだけど誰かちょっといたらコメントで教えてください教えてくださいんかジャンボ園長ってどっから由来があるのかなとか初めて聞いた時にでも知らない街行くとそういう発見というかなんか面白いですよねそう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 。 知らない町の旅行行った時にスーパーとか行ってねなんかこうつまみを買ってなんかホテルで食べたりするの僕すごい好きですけどああいいですねいいですねこの間あれじゃないですか出張遠くに行ってたじゃないですか実はこっそり高知県と岡山県行ってきまして仕事でお仕事でちょっと行ってきましてすごいですね南脇さんはいろんなところに出張に行かれるんですねももう一泊二日のだだんんえっ 2日で四国行ったことありますありますありますコーチ行ったことあります何で行きます飛行機あうんあのバスで行きますバス名古屋まで新幹線で行って夜行バスに乗って行きましたあれいいですよねあのバスで行くとこうあ違うコーチ行くのに僕電車で行ったんですよで特急が出てるんですね岡山から出てますね。そうかバスかどっちかなんですねで後々聞いたらバスの方がすごくいいらしいんですけど で、その特急っていうかいまあ新幹線でて言ってもビューっていくんだろうなと思ったら海陸特急だったからわかる <laughs> もう気持ち悪くなったの <laughs> びっくりしちゃった <laughs> そうそうそう,そう,そう山道をなんかすごくうるさいし、うん 走るしあれ特急なんだ帰り乗ったんですね帰りはそう電車で帰ったら特急だからいや勢いより全然早いねなんつったらもう気持ち悪くて気持ち悪くちゃ2時間半ぐらいかかるんですよねそうなんですよまあそんなね高知行って岡山行ったりねまあしましたけどもでもそこでもやっぱり岡山泊まった時にスーパーで買い物して一人でこっそりこう岡山って何ですか 岡山の名産。名産はあるでしょう。きびだんご。飯にきび。基本、基本的には、あの、まだ、ほら、糖質ダイエットしてるから。あ、そう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 。だから、なんか、こう、ちょっと。ちょっとした、こう。お刺身とか。お刺身とか。あと、高知行った時は、ちょっと、こそっと、こう。カツオを食べたりい。あ、いいですね、カツオ。まあ、一応、出張の合間を見て、ちょっと、カツオを食べたりとか。まあ、少しばっかりね、堪能したんですけども。でも、飲みが全然。 実現してないじゃないですか、飲もう飲もうって,言って。一回飲。一回飲んだですね。くらい。一回。あれ、二回。一回,回,回だ、ね。一回僕は一回ですよね。アッキーと一回飲んでます。アッキーと一回飲んでます。まあ、アッキーは面白かった。なんかった、まあ、ゲイさんももちろん面白いんだけど。僕はあの時ほら、紳士に振る舞ってたからね。レディーばっかりだった。すごい紳士だった。だってすごい強烈なレディー。 確かに強烈レディの中でも強烈部門のレディが揃いっちゃいましたねあの時はねでお隣のレディさんたちとも仲良くなっちゃってなんかライン交換してるしだから次の日見て「誰だっけこれ」みたいなカメラの中にもね写真の中にも知らない人い誰だっけこれ」みたいなさすがにあの場面で僕が乱れるわけにはいかないだろうっていうね気持ちインの オンライン飲みそうそうそうその話もね今日しようと思っててごめんなそう尊敬してる感謝してるゆえんがオンライン飲みを人生で初めて教えてくれた人なの教えてないですっねえあれ伝説の多分飲み会みたいになってますよねオンライン飲あの後だってそういうふうにあんまなってないでしょわかんないけどなってないなってないうん なんんででミーティングだったすよね一応まだねコロナでお休みしてるだか再開するんだからいう微妙な時だったんですよね。でみんなでどうしようかなんて言って毎週一回ね話をしててでもちょっとお酒飲みながらでもいいんじゃないみたいな感じになってこういったらケンさんがねバンブプシプシ開けてねひっくり返って画面から消えてなんか取っ手つけ出したりとか。 僕軽トラハウスの中でさすがに上さんの前でこうねそういうのやるわけがないから軽トラハウスの中でねあの飲み始めてねまたそれが本当に楽しくて楽しそうだった楽しかったあの今まで一緒に飲んだ方に申し訳ないんですけど人生で一番楽しかったあすごい本当にあ本当ですかであれをハマっちゃうとまずいなと思ってオンライン飲みやめましたけどね私もねあれで結構次の日にやっぱ来て 残るん。残った。平日だったから、平日。あれ土曜日。いや、平日。平日でしたね。月曜日か火曜日ぐらいか。確かねそう、今ね、そう二日酔いってあんまならないんですけど。あの時は家で飲んで二日酔いって、な、なにこれみたいな。まあ、そんなのも、まあ、コロナが、まあ、あったから、ね、楽しめる。だからこそ。まあ、思い出ですよね。そうです、そうです。本当そうです。だ、そういうのもいろいろ、まきさん、青木さんにいろいろ教えていただいて。 <laughs> 今本当にこう楽しくここに毎週来たしてもらってますけどね楽しいですねあ,あコメントありがとうございますあ、ーマちじゃないですかまき<あ>ちゃん<あ>今夜の打ち上げはもちろんビールですよねかっこい笑いばっああああちゃんちゃんと守ってますよまだお酒飲んでないらしいですよまだ2日目か、ねはい、なんかすごい事情があるらしくてそう のっぴきならない事情でもう先をやめておりますのでねななで皆さん誘わないでください <laughs> 皆さん興味ありますよね僕聞きましたよそれはのっぴきならないですよねのっぴきならなかったでしょあの理由はね。<う>ンさんともね、うん、飲みに行こうってね、うん、だから約束っていうかしてたこの間ヒロくんをお借りした一件でね私もお礼がしたいからと、うん、言ってる矢先にちょっとのっぴきならない案件が入ってしまいました急に,急に禁酒会みたいなね <laughs> みたいなまあまあでもねそれはまあそういう時もありますそうですそうですでもボクササイズもやるしお酒も飲まないしすごい健康的じゃないですか何どこを目指そうとしてるんですか目指してるんでね私ね特に痩せてもいないんですけどね今ねもうねアッキーさんとこう名コンビまあ名コンビだと僕は思ってるのマキさんとアッキーさんでこれま目音漫才やったらもうめちゃめちゃこう 人気出るんじゃないかなと思って今日その話をするつもりでいたんだけどアッキーさんまだいないじゃないですかどこにどこにいっちゃってるいや本当にそう思ってるのうんんかか飲み屋飲み屋を2人で経営したらめちゃめちゃあ私ね飲み屋経営したらね飲み屋つぶしちゃう自分が飲んじゃうから。 あのお客の相手しないで自分が飲んであのお客さんになっちゃうからあわかるねだってああいうとこってさ自分がやっぱ飲むのはまずいんでしょあでもじゃどうぞ飲んでって言われたのは自分の売り上げになるんじゃないのその店の売り上げその人に払ってもらえるってことあそうそうそうなるほどでもどうぞって言ってくれなきゃ飲めないじゃあじっとどうぞって言ってくれるのこうやってずっとこう待ってるばいいのねそう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 いうのをやったらさなんか 人気出るんじゃないかなと思って、今日その話をしようと思ったんだけど。なるほどね。私に飲ませてくれる人がいれば、じゃあ飲み屋をやりましょうか。まあそんな話もね含めて、今日ちょっとマキさんに聞きたかったなと思うのが、ええまあマキさんから見て、まあ納得住宅工房ってまあどういうふうに見えるんだろうなるほどね。はい。あと僕ら住宅営業みたいなものなんですけどコンシェルジュなんですけど。 どういうふうういいに見えててるののかなっそうですよね、はい、私だからここでお会いしてるのもそうだし、うん、お仕事風景もね何度か見させてもらって、うん、職場にもねモデルハウスにも何回か,か行かせてもらったりしてましてね、はい、基本的にはやっぱ2人ともね何、うん、て言うんだろうな、うん、すごい人 てますよね人を見てるっていう言い方がちょっと変な言い方になっちゃうかもしれないんだけど自分のことよりもまず人のことを考えるっていうのが心の底からできてる人だなってなんか持ち上げすぎちゃったからちょっとやめようかこうそうそだけどねそれが本当に思っただから営業マンってやっぱ営業の仕事してる人ってたくさんいるわけじゃないですか私も営業の仕事してたことあったんだけどやっぱりこう仕事のためにね 人ののことと考えるるかっていうはあんだけど源さんもそうだしアッキーもそうだけどこの人は仕事のためじゃなくって根っからそういう人なんだなっていうのがまあそれはね正直納得さんいろんな人ねひろくんとかもそうだけどいろんな人にごうごさ拶させてもらってみんながやっぱ基本ベースがそこなんだなっていうのがね。 すぎいや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 でもねじゃあ本当にそれがね一番パッて出てくる素直な感想そう嬉しいですねだから僕らあんまり仕事だと思ってないんですよ。ねっていつも言うじゃんそうね全然だからこの前も先週もあのお節さん来てくれたじゃないですかあんな感じで打ち合わせもしてるし家づくりもしてるしそう こう無理無理してないんですよね。自然にやってるんで、だそれが逆にどういうふうに映ってるのかな、こう正しく映ってるのかなとかね、逆に心配になるんですよ。ああ、だけどこの間あの大輔さん来てくれた時は本当に愛を感じました。大さん、本当に大輔さん。だからこうお客さんとこうね営業っていう関係を超えてるな。 前も何人かおあそさんす来てもらった時あったけどやっぱみんなそうなんですよね。で一番最初来てくれた時はほらオリジナルの T シャツを作ってくれたり着たりああいうのも大事に取っておいてね嬉しそうに着てるわけじゃないですか3つの T シャツ着てるよよっぽどうしそうな顔して着てる。 <laughs> そうだからね、<ー>そうその人柄っていうのがやっぱりすごいにじみ出てるなっていうのが本当に素直な率直な感想です。うはい、そう人柄ね好きなんですよ。うん、僕ら、うん。まあそれがだからうちのま社長がね、うん、やっぱりそういうずっとそういう風うに仕事をしてきててうん、うんで、それに共感してやっぱ仕事もしてるし、これちょっと真面目な話しますよね。あ全然全然,全然、うんうん。だからそういう,うに自然に移っててくれたらいいな。うん 自然だからまあだろうううななっていのはは疑余地全くですよねだからさっきもねウェブ飲み会も楽しかったしあとお客様と飲むのも本当に楽しいんですよ。よく飲ね前はよくパーティーみたいなのをやってもうそこでまあいっぱいいるから個別で飲むってなかなか難しいんですけどだからみんないっぱい集めちゃうんですけどそこで。 思い出話をしたりとかね。でもそれも楽しくていいじゃないですか。いや本当にね楽しい転職だと思ってます。私全然お客さんじゃないけど呼んでくれる。呼でもねぜひあの今度オーナーズパーティー開催するときには行ってもいいですかあのスタッフ側でスタッフ側で。働きもいいでするでよ飲ましてくれりゃそうそこでこういろんなちゃんと会費洗います。 そうあとほらモデルハウスも行ってくれたじゃないですか、うん、そう私あのね藤枝のモデルハウスの,あの間取りがもう気に入っちゃってね、うん、あそこの寝室で寝てる夢見ますよ <laughs> そうなのうんあのー、まあ実際見てない人はねうん、うん、ちょっと詳しくこう説明してもあれかもしれないけど、うん、2>, 2階にね、うん、あの寝室兼、うん、こうウォークインクローゼットからこう広がる書斎があるんですよ、うん、そのエリアがねもう好きでああなかなか降りてこなかったですもんね ヒロくんと一緒に行っていたわけじゃなですよそうなかなか降りてこないなと思ってもうねあすごいすごいとかってで、床のねあの無垢材もすごく良かったんでこれこれ下の無垢材と色が違うだけなのとかってものすごい私がねもう買う勢いで聞いてたんでヒロくんほんとに立てるんじゃないのと思ったんじゃないのうん、結構もう必死っていうか一生懸命。 説明してくれまよあのパンフレットっていうかあのあれをサンプルをいっぱい広げてくれて「あこれいいねこっちもいいね」とかって言いながらねい。本当にああそうで生でやっぱり見れるとね全然やっぱ違うと思うしねあれもまあまだしばらくはね使いますけどまあ掛がはもう本当にすぐ売れちゃったのでねもう今何人も今なくなっちゃったんですけどえっその場所に 住むじゃなくて。あ、その場所ですよ、だって。うん、土地付きで、もう,う、ね、売り出して。い、まさか移動はできない。ね、<laughs> 移動はできないんで。<laughs> 何もないって言ったから。<laughs> そっからなんか、ごぞっていった。ええ <laughs> バカですねすみません。まあでも寂しいですけどね。その僕二年十ヶ月そこでね仕事させてもらって、でもまあまたね新しいプロジェクトが始まってますので、またそこもぜひね、随時アナウンスしていきますけど、ねまたいろんなこうモデラハウスとかねあの静岡もありますんでね、ぜひはい。見たいです。そしてあの CM やるようでしたら使ってください。嘘ですよ。嘘社長嘘ですからね。あはい。アマノッチが。 これだけ持ち上げたから、うん、<laughs> ゲンさんにビールを奢ってもらいますねカッコ悪いもち、ね、アナゴッチはどうにもこうにも私にビールを飲ませたいみたいですね、ま、みんな飲ませたい感じですよね <laughs> そうですね <laughs> 人気者ですね違います <laughs> 今日の夜あたり十キロ絵が多分上がってくるかもしれないですね願掛け終了みたいな <laughs> 早みたいなね でもまあ本当人気者だからそうやってコメントをくれるし、ありがとうございます。申し訳ございません。そう、それとねあともう一個ねあのそうすごく僕らやっぱほら住宅営業のまあ職種じゃないですか。はいはい。なんかすごいピンポンしてんじゃないのとかそのそう思わない？日頃営業って何してんだろうと思わない？そう。だからお客さん周りとかどんな感じなんですか？ ごめんなさい全然僕ねしたことないです納得入って、うん、あのしたことないですお客さんのところに行ったことないえじゃあ何してんの <laughs> んそうだからこの前大輔さんに怒られたじゃないですか、うん、家が知らないそう、うん、本当にあれびっくりした、うん、俺家知らないのを売りにしようと思ったら逆になんかこの前言われてたけどね、うんうん、でもそう知らない行ったことないんでしょでうで大体やっぱご紹介ですご紹介で知り合って、うん、あこんばんはご紹介とか、うん、あとは こう問い合わせを来てくれたお客様のこうお話をさせてもらって気に入ってくれたら僕らと一緒に家作りをしましょう<ー>、うん。目一杯お話をしてそれで別に気に入ってくれなかったらまあそこはしょうがないねとうそういうのをまあ納得に入社して十もう二年ぐらいになるんですけどまあそういうのをやってきましたね。<う>だってさ、うん、あのこの間の大輔さんは一回なんかお断りを断、うん、られた。<laughs> そこからなんでまたそうあれなんですかねそう電話でお断りをあ、うん、そあ LINE 動画でお断りを受けて「うんうん、まあわかりましたしょうがないですね」うんうん、って話をしながら、うん、いろいろ悩みを聞いて悩みっていうか何がこう心配なのかな家づくりっていうので,、うんうん、でそうこうしてるうちにだったら納得じゃないって話をしてあ<ー>、うん、でなんかしんないけどその日のうちに。うん なんか断りがなくなっちゃったみたいな、じゃ、うん、もう、ご契約日は決まってたみたいな。<laughs> すごいですね。そういうのとか、何件かあります、お断りを受けてから。また帰ってきてくれた方が、やっぱり納得がいいよ。やっぱりちゃんと正しいものを作っていると。お客様は来てくれるっていう。そうですよね、だから結局そうなんですよね、うんうん、あのー。 まあ別に嘘をついてるとは思わないけど全てのね営業の人たちにだけどこう自分に自信なんか進められる自分が心から進められる商品じゃないとやっぱどうしてもこう営業にもこう。 んていうか行き詰まっちゃうっていうか私はそれがちょっとあったんであったんだ何の営業してたんですか営業っていうか金融機関なんですけどねやっぱ定期預金を進めたりとかしなきゃいけないじゃないですかだけど定期預金って金利もほらねそんなによくない時にせっかくこんなにお金があるのに定期預金進めて定期やってもらって本当にいいのかなみたいなふうにそういうのあるんだ 私はそう思っっちゃったんですよ<ー>だけど、うん、やっぱノルマはあるかからななななんとかしなきゃいけないいけみたいなあじゃあそういう営業さんも結構いるのかもそういう職種もあるのかもしれないね。うん、あると思うだから、うん、自分がこう売り込まなきゃいけないんだけど本当にそれを売り込んでいいのかなっていうふうに悩んじゃってる営業さんっていうのは意外と多いかもしれない、うん、いるかもしれないだからそれを悩まなくていいっていうのは、うん、私すごく恵まれてると思う。 もうね、全く悩まないむしろうちで立ててくれない納得で立ててくれないとこの人は絶対後悔させてしまうっていう使命感があるあ<ー>そうだから、うん騙う「騙されないでね」ってよく「うまされないでね」っていうか「絶対後悔しないでね」って言って、うん、いつもこう送り出すっていうか「他で決めました」って言っとても「うん、じゃあかりました絶対後悔しないでね」うん。それをこうかけながら。 お祈りしてますみたいな。その帰る人の背中をこう。見てる感じかな。そうね。だってお家ってさ。うん、一生のうちで。一番高い買い物でしょそう、そうなんですね。ねそれを任せていただけるって、やっぱりなかなかね。すごい。すごいことなんですけど。けど。けど。けど、けどでもやっぱりやりがいがあるっていうね。うん、それだけに。 こう使命感を持って今日ちょっと真面目なねお話をして全然ますけどこう客観的にこう見ていただけて良かったなと思ってますはいちょっと褒めすぎかなとは思うんですけどまあ欠点はすぐ酔いつぶれいやナウマンゾンなところですよナウマンゾの死に際を見せないように知らないよね誰もナウマンゾン僕は本当ナウマンゾだと思ってたんですよねそもそもナウマンゾって何と思って 像っていうフレーズだけが頭に残ってる感じでもそういうのってあるじゃないですかこう「南万蔵」とか「モサンミ見シェルとかそのフレーズ聞くだけでなんかこう米米軍しようとかねなんかねいいじゃないですかね。らうういいありととととまままね今日はちょっっっささんこたたお話しせてももけどに ナッキーさん来ないじゃないですか。私まだあと十分ぐらいあるつもりにいたのにあらすいやもう快適な時間をちょっと過ごさせていただきました。ありがとうございます。こちらこそ。またぜひちょっとはいありがとうございます。というわけで納得さんにはこんな素敵な人がいますのでぜひぜひ。ありがとうございます。あのヤズ TV 通してくれればヤズ TV にリベートが入る嘘です。嘘ですよ。嘘です。嘘だよ絶対だめ今の心境だめだからね。あのはい。 あの、ばれる前に、あ、じゃじゃあ、いきますね。えっ、ー、と、次、ですね。はい、はい。えー、バーグマンさんのハンバーグまみれ、過、え、去、ー、仮、今回のメイントークは、長州力、インハンバーグプロレスシリーズですね。はい。はい。プロレス番組なんだかハンバーグ番組なんだ, <laughs> だっんかわかりませんね。ありがとうございました。<laughs> ありがとうございました。楽しかった。ありがとうございます。